おはようございます。あれ治った？いけた？ああ、よかった。最初だけど。何だったんだろうな。おはようございます。見れる？あ、音声はね。おはようございます。治ったかな？ああ、普通に見れるね。大丈夫だね。おはようございます。みんなおはよう。今日はですね、2017年10月3日、朝の7時25分です。よろしくお願いします。おはようございます。おはよう。理由が分かんないバグは一番困るね。特定ができない。で、プログラマーじゃねえからさ、どうしたらいいか本当わかんないんだよね。また映像を途切れ始めたら言って。今映像またバグってるよって。お、知らんけど、いつもありがとう。おはよう。アイテムありがとう。なえるよね、やっぱりね。おはようございます。ハートありがとう。おはよう。ハートありがとうね。おはよう、みんな。P90 使えるようにするのに結構お金かかる。あ、本当に？ていうか、また映像途切れ始めた？おはようございます、カレンさん。アイテムありがとう。またダメ？映像。なんだこれ。映像どう？あー、イライラする。なんで俺だけこんなんなんだよ。治った。パクってる。いや、パクったり治ったりするんだよね。天神さん、ありがとう。イラッとするな。今治ったでしょ。何なんだろうな、本当。運営さん、しっかりしてほしいな。運営さんの問題なのか、こっちの問題なのか、全然わかんねえわ。今までできてたのに、急におかしくなったからね、ベータ版から。すげえストレスだよ。仕様が変わったのかな。
P90 を使えるようにするのお金かかるってどういうところがそうなるんだろう。ちょっとわかんねえな。おはよう、解放。おはよう。別にノーマルで使えるわけじゃないの。未経験だから全然わかんないね。使えるようにするっていうのはどういうことなんだろう。ノーマルじゃ使えないってこと？バッテリーとメンテナンス。ああ、そういうことか。しばらく使ってなかったから使えるようにするまでってことか。使ってなかったんだ。いいよな。そう、ルシさんがちょうど P90 持ってんだよね。うらやましいよな。バッテリー紛失、バッテリー充電器と放電器が必要。バッテリーはでも3000円ぐらいでしょ。バッテリー3000円ぐらいで、充電器が、多分バッテリーと充電器で5000円ぐらいなんですよ。で、放電器っていうのがよくわかんないですね。最近うまくやってんのかい？どうだろうね。まあまあ、ぼちぼち調子は上がってきたかな。結構いい感じですね。最近うまいことやってるね。いい感じだよ。おはよう、ヤナラッキー。おはよう。なんか俺、小難しい配信者だと思われてんのかな。なんか、ヒカルくんのリスナーさんと会ったんだけど、なんか哲学的な話いつもしてますよねって言われたんだけど、そういうイメージついてんの俺。おー、ワイヤーで、おはよう。あれ、ワイヤーでってさ、スパーリングしたワイヤーで？ワイヤーでってあの、小籔のワイヤーで？もしかして。小籔和豊のずーっと使ってたワイヤーで？俺、ワイヤーでさんってよくわかってないでスパーリングしてたんだけど、俺のところでコメント打ってたよね。あれワイヤーデさんだったの？あの小籔和豊の使ってなかった？昨日人生初病院勤務で認知症患者その他と自然に優しく接したの接するのに徹したで偉いね。あ、
そうだったんだ。全然イメージと違う。え、ワイヤデさんは配信者なの？リスナーさんとして参加してたの？あ、じゃあなんだ、ワイヤデさんは俺のこと知ってるじゃん。はじめましてみたいな感じだったけど。あ、そうだったんだ。よくよく考えたらワイヤデって小籔活動のサムネであったよなと思って。あー、バッテリー放電器か。はいはいはい。あ、そうだったんだ。全然イメージと違ったわ。イケメンじゃん普通に。あ、そうだったんだ。小籔のワイヤデさんだったんだ。言ってよ。知らない人とスパーしてると思ったら思いっきりリスナー。赤いの着てた人。赤いの着てた。あれリスナーじゃねえかよ。全然イメージと違ったわ。タチウヒコの第1回目。あ、そうだったんだ。へえ。あ、知らなかった。全然イメージと全然違う。いいよな、サウスポー有利だからな。え、なんで格闘技始めようと思ったの、そもそも。辰彦のもともと興味あったんすか。俺筋肉痛だよ、もう肩周りが痛い。胸筋、背筋、腕の二の、もう肩がガッチャガチャ痛い。やっぱ久々やるとダメだわ。人間の体ってこんなに脆くなるんだね。もうダメ。あーあー、もうギターが最悪なんだ今日。呪われてんじゃねえの。最悪。何これ、なんでギター倒れたの。そうだろう。超へこむわ。小学校、格闘技の小学校いい機会だと思って。格闘技面白いっすよね。やってみるのと全然違いますよね。見てるのとやってみるの全然違うっていうか。見ました、動画で自分のスパー振り返ってみました、検証しました。全然体動かなかった。なんかもう4分何割ぐらいだろう、体なんか4割ぐらいしか動かなかった。その捨て頃の頃と比べるとひどい。辰彦強いっすよね。サムネ変えようと思ってる。うん、変えるっていうかね、俺バージョンアップをずっと繰り返してる感じかな、昔から。バージョンアップバージョンアップでやってきてるから。和道さんのアンチコメが面白かった。
そんな悪い人じゃないと思うんですか。何なんだろうね。なんかあれでしょ、ノリで叩いてるだけで俺の放送見たことない人たちだと思ってるけど、叩いてるやつはあんまり気にならないというか、俺は自分の放送で書かなければ別にどうでもいいと思ってるから、とりあえず叩いとこうみたいな文化じゃん。俺はあれが面白い文化だとは思ってないけどな。あ、携帯取ってくんね、のんちゃん。いて、ありがとう。フォローありがとう。おはよう、ニコ。アイテムありがとう。すごい、あの、筋肉はしっかりしてる人だったよ、ワイヤーで。爽やかな、優しそうな。高青年っていうか、まあ、俺より年齢上なのか下なのか全然わかんないけど、優しそうな人だったよ。ニャコありがとね、アイテム。おー、ゆうこさん、アイテムありがとう、ワトツ。おはよう。サウスポーだからめちゃめちゃ有利だと思うよ。なんか知んないけど、奥足で蹴ってくるんだよね。奥足アウトローを蹴ってくるからよく分かんなかったんだよな。あれ、蹴り技もっと覚えればいいのに。前足が右足なのがすげえやりづらかった。途中っていうかもう序盤からスイッチしたけど、インロー蹴れねえわと思って。やっぱサウスポーは有利だよな、スポーツで。はい、いってらっしゃい。ワイヤーでに戻すんかい。いや、サムネは別に戻す必要ないでしょ。いってらっしゃい、頑張ってください。体が痛い。最近はよくチャンネル登録したり俺の放送をよく見るようになると、 YouTube の中のアルゴリズムが、ゆめこさんはこういう動画が好きなんだっていうことでおすすめ動画が変わるの、 YouTube。 だからよく見てるっていうのはね、多分どんどんそう、この人好きでしょ、この人好きでしょって YouTube 側がピックアップしてくる。みつけ、おはよう。だからね、どんどんその YouTube はその閲覧増やしたいから、あのどんどんね、俺の放送ピックアップしてくるんだと思うよ。
おー、ゆめこさんありがとう。花火ありがとう。くるくるなる？嘘。いやー、な、くるくるなる？嘘。なる？くるくるなる。うわ、雲かわいい。雲がいる。部屋の中に雲がいる。かわいい。くるくるなる？雲がいるよ、雲。見えないかな。雲かわいい。何雲だろ、これ。これ何雲だろう、白と黒の。かわいくない？何雲かわかる？誰か。すっごい雲がいる。電車の中だからかな。ちょっとね、あの低画質高画質って切り替えてみて。ハエじゃない、雲でしょ。雲、雲。なんで雲って縁起がいいことになってんだろう。カイホね、画質設定三角、三角じゃなくて右上の3本線やって、画質設定し直してみてごらん。低画質に戻して高画質とかに変えてごらん。元に戻るから。PC だと一回も止まらない。朝の雲はいいって言うんだ。玉代さんありがとう。何なんだろうな。もうね、これ運営さんに問い合わせてるんだけど、もう状況が分かんないんだよね。どこをどう直したらいいか分かんねえからさ。何が原因かも分かんないし。画質はいいっていうかね、でもね、画質がいいのは、その、そんなに出力上げてるわけじゃないのよ。ぶっちゃけた話、すごい低画質に抑えてるぐらいなのね。だから、その画質がいいのが原因でもないんだよ。よくわかんないんだよね。治った？あ、よかったよかった。だから、ワータローさ、ブロック行くぜ。本当に。しつこいよ。ブロックだわ。申し訳ないけど。リスワン頑張れって、リスワンいらねえっつってんのよ、俺。嫌がらせでコメント打ってるとしか思えないんだけど。なんでしつこいのかな。人が嫌がることをやるんだろう。ほんと嫌なやつだよな。悪いけど、リスワンなんて取ろうと思ったら取れるから。申し訳ないけど、俺和道だから、もうそういうのめんどくせんだわ。いや、もうずっと言ってるよね、俺数字じゃないって。うん、爪マニキュア塗ってるよ。次ブロックね。リスワンがどうのこうのとか。今日リスナーさんの支援で東京ディズニーランド行く。今向かってる途中。へえ、よかったじゃん。へえ、いいね。え、金梅さんとかいない？今日ディズニーランドに金梅さんとかタマさんとかいるんでしょ。ディズニーランドで放送したらダメだよ。何人もやられてるからね。裏連れてかれるよ。ディズニーランドはめちゃめちゃ権利うるさいから、放送やったらダメだよ。放送やろうとしてない？大丈夫？ディズニーランドは裏連れてかれるから はめられるなよ。支援だっつって逮捕させようとしてる人もいるから。もう帰ってきたんだ。え、あ、昨日か行ったの。横山みどりさん、もともと岡田斗司夫さんが始めたんだよ。で、軽く炎上して、みどりさんが再炎上させた。ネタをパクったんだよね。
もともと岡田斗司夫さんが一番最初にやった人ね。うん、裏でボコボコはないけど、裏連れてかれて誓約書書かされる。外資はうるさいっていうか、あの日本で一番権利にうるさいって言われてんのが、そのディズニーランドとスタジオジブリって言われてんのよ。ゲームとかで言うとどこだっつったっけな、あのうるさいよ権利。だから YouTube とかでもアトラクションの動画とか結構少ないはずなんだよ。パレードの動画とか漏れないように漏れないようにやるんだよね、ディズニーは。権利にうるさい。まあそれが通常の対応だとは思うけどね、全然変な対応だと思わないよ。ハートありがとう、ルシさんありがとう。権利にうるさいっていうか、権利で飯食ってるわけじゃないですか。あのね、ディズニーランド俺実は両親が働いてたからすごい詳しいんだけどさ、アトラクションごとにスポンサーつけてんだよね、あれ。で、例えばその、なんとかっていう、A っていう会社があったら、A っていう会社が出資をしてアトラクションを作るの。で、そうするとキャラクター版権も手に入るのよ。あ、うっかり配信しようと思ってた。うん。でしょ？あかんあかんあかん。一人で行くの？裏、速攻連れてかれるよ。うん、危なかったね。ディズニーは有名だから、配信してんの見たことないでしょ。数年前もう何回も連れてかれてんの。もうだからそのディズニーで放送やるっていうのはもうダメだっていうのは配信者みんな分かってる。何人も炎上してるから、わざとやるやつとかも出てるし、出禁になるよ一筆書かされて。ディズニーランド出禁ってすごいよね横山みどり。危なかったね。グレーではないよ、グレーではないよあれね。まあみどりさんのせいで出禁っていうか、あれはあそこはもともと本当にうるさいから、権利はいずれダメになるんだよ。みどりさんがね、完璧にダメにしたっつうか、なんつうの、あ、ダメなんだっていうのを再確認させたぐらいに思った方がいいよ。もともとダメなんだよ。で、岡田斗司夫さんはアトラクションとか映さないで、自分の顔だけ映してて、そこで、あの、休憩所とかで弁当食ってたりとか、それで解説枠とかやってたから、まだセーフだったんだけど、セーフっつうか、まあ、通報が入らなかったんだよね。でも、普通の配信者は無理だよ、もう。どんなに過疎でもやられるよ。テルチャンピンとか金梅さんですらやってないわけじゃん。いや今日耳痛えな、なんか。だってね、キャラクターものでそれで飯食ってんだもん。キャラクター他に勝手に使われちゃったらアウトだ。でもまあそれが正しいやり方だと思うよ、企業側の。俺は正しい判断だと思うよ。ネット上でもミッキーのサムネとかあんまりないでしょ、ステマとか。ユーザー側も勝手に使ってないでしょ。ディズニーは全然ないはず。サイト、俺はなんかよく言うんだけど、与えられた情報の中で推理をして喋ることが結構多いの。僕はこう考えますっていう話で、で情報を何かストックするの苦手な方だと思ってんのよ、覚えるっていうこと。だからその時その時自分で考えて喋ってるような内容が多いと思う。間違ってることも多いだろうし、
サイトとかも普通に見るぐらいかな。本とか漫画とかも。別に何か特別記憶力がいいとか、むしろ記憶力悪いと思ってるもん。スヌーピーはどこなんだろう。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは映画系でしょ？もともと。スヌーピーってどこなんだろう。ちょっとわかんないな。おい、大丈夫か？おい、ミッキー勝手に使って。空気読んだな、亀を。ワダツ。おい、じゃやめとけ。今話したばっかりだろ。ディズニーはやめとけって話をしてんだよ、今。でもディズニーランドって実は衰退期がすごいあったんだよね。すごい名プロデューサーが入ってきて復活劇を遂げたんだよ。ディズニー映画って。それいつぐらいの映画か知ってる？実はめちゃめちゃダメになってんのよ、ディズニーの映画って。リトル・マーメイドとか、ライオン・キングとか、あの辺から復活を遂げんの。要は、ミュージカル風に変えちゃったの。やたら歌が出てくるでしょ。あと、アラジンとかもそうだ。アラジン、ライオン・キング、リトル・マーメイドとかの時に、プロデューサーが変わってんの、映画の。とんでもなく優秀なプロデューサーが入って。まあ、ユニバーもうるさいだろうね。スヌーピーはピーナッツか。まあ基本的にああいう権利物でやってるところはうるさいと思うけどね。あとなんか、ツタヤが DVD1000 円で借り放題始めたんだよね。時代だなと思うよ、本当に。すごいよね。情報コンテンツに対してお金払うのが、なんかもっと当たり前になってほしいな。なんか、日本人ってサービスはタダで受けられるっていう文化があるじゃん。俺これね、直した方がいいと思うんだよな。直した方が良くない？なんかサービスイコールタダだと思ってるんだよ、無意識に。サービスは金を払うからサービスなんだよ。分かってないよね、全然。サービスって言葉がイコール無料みたいな印象を受けるもんね。なんかデジタルコンテンツとか作るのバカらしくなってくるでしょ、多分。だって生放送もさ、みんなさ、デジタルコンテンツを作ってるっていう感覚ないでしょ。デジタルコンテンツのクリエイターだっていう認識ないでしょ、生主を。なんか任意とか勝手に部屋の中で喋ってるっていう認識でしょ。腹立つよな、本当に。なんでそういうことになるんだろうな。どっから来てるんだろう、この文化は。ネットでお金出したくない人多すぎるでしょ。結構非常識だと思うんだけど。若い人はある。お年寄りっていうよりもね、俺ネットのダメなところって、30代はまだいいんだ。40代、50代が厄介だと思ってるの。で、特に40代が俺ダメだと思ってる。カラオケのドリンクバーも部屋代払う相手に対してのサービスだもんな。そう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 。もちろんもちろん。サービスイコール無料って誰が言い出したっつうかさ、どこ発信なんだろうっていう疑問はあるよね。例えば部屋の中にドリンクを届けるとかもサービスに入るわけよ。例えば、なんか、原価中っているじゃん。原価はいくら、原価いくら。例えば、ドクターペッパーって、こんな原価、中身で言ったらだよ。原価2円なんだよ、こんなもん。でしょ？だけど、原価で物を語ってもしょうがなくて、輸送費であったりとか、これを作るノウハウであったりとか、そういうところで儲けるわけじゃん。
だからなんつうんだろう、商売意識が足りないんだろうね、日本人って。で、これ喫茶店で出したら多分500円とか取るはずだ。高いところで700円って。で、それなんでかっつうと、家賃がかかってるから、人件費がかかってるからとかでしょ。そこが多分伝わんねえんだろうな。そういえば最近ポケット PC が出てきた。 GPD ってやつ。へえ、 GDP 見てみようか。配信に流行るかな、どうだろう。スマホが完璧すぎるからな、俺流行んないと思う。なんか昔からそういうのあったけど、GDP、 GPD か、 GPD。 どうだろう、流行んのかな。昔からあるじゃん、この手のタイプって。配信に流行んのかな、どうなんだろう。俺流行んないと思うよ。もうパソコンとスマホは完成してるもんだと思って、インターネットデバイスとしてほぼ完成してるもんだと思うから、もう小さくすればいいっていうのは流行らないと思ってる。暗黒道だね、それ。ていうかね、横山みどりさんが言い出してることって間違えてること多いんだよ。あの人が言ってる正論っぽいことって、特に暗黒脳って、むしろ非常識なことをずっと言ってるんだよね。で、みどりさんって全部それ破ってるでしょ。だって本当に無料でやるんだったら、別にチャンネル料で1000発会員とか取らなくていいわけじゃん。ってことはお布施を公認してるわけじゃん。だからね、みどりさんをそれをバカだなーって言ってみるのは正しいやり方なんだけど、暗黒脳って洗脳されちゃうから、みどりさんが言ってるのは正しいっていう風になっちゃうんだよね。最初は対価を払った相手に対してのサービスだったものが、店舗が集客の、そうそうそう、集客のためにあれもこれもつけますみたいなサービス始めて、それが広まりすぎて、そう、そういうこと、そういうこと。俺が言いたいの、そういうこと。だから、しかもそれが惰性的になってるから、なおさら意味がないというか、当たり前になっちゃってるの。それがスタンダードになってるの。あんまり良くないよな。まさに言いたいことはそれだね。
あと自己破産が悪いことだっていうふうになんとなく認識してるのも俺はダメなことだと思ってて、その資本主義ってそのチャンスは無限に与えるのよ。ただそのリスクも同時に与えるんだけど、ダメなところのリスクヘッジを国が担保してるのね。だからその資本主義社会でその自己破産とかって、その例えばさ、そのアメリカの大統領とかなんか4回ぐらい自己破産してたりするじゃん。結構大富豪になる人自己破産とかしてたりするんだけど、あれ当然の権利として持ってるんだよ。だ日本人は本当その権利と義務について疎いなと思って、義務は守るんだけど権利を行使しないっていう印象がある。多分権利って何なのかっていうのをよく分かってない印象がある。だからほら、その周りと同じことをやらない人は排除しようっていう国民性なんだって、もともとが。違うことをやる人は和を乱す人って言って排除するっていうのが、特に日本人とかアジアとか、アジアの中でも特に日本人は強いんだって。不思議だよね。だから本能レベルでそうなってるもんはしょうがないよな。もう何言っても変わんないん。のんちゃん、冷房入れてもらってもいい？ジメジメするよね。雨降ってんだ。やだね。あ、ありがとうございます、まやさん。いや、良かったかな。全然良くなかったけど。全然本調子じゃなかったね。あ、花火ありがとうございます、匿名さん。ありがとう。良かったか。あんまり良くなかったと思うけど。ありがとうね。体が動かなかったね。
おい、コンメちゃん、アイテムありがとう。はいはい、解放いってらっしゃい。てか、まだ開いてないでしょ、ディズニーランド。行ってきますって、まだ開いてなくねえか。今、新しいサムネ作ってます。まあ雑談は全然できるんで普通に会話していきましょう。ランド、そんな早いの今ディズニーランドって。早っ。出来上がり、ほらいつものやつに付け足していく感じだよ。ちょっとね、最近のそのネットの主流が変わってきてて、四角いアイコンだったのが丸いアイコンになってるから、センタリングしないといけないのよ。真ん中にその絵を持っていくデザインに変わっちゃってるから、それでねちょっと変えようと思ってて、で和道っていう名前も変えてるから、新しくその和道の異常なゼミナールもバージョンアップしないとと思ってて、そうなんだ。俺ね、ディズニーランドの入り口ね、一般口から入ったことがほとんどないんだよね。一番左側にあるスタッフ側の入場口でいつも入ってたから、あの県がさ、あの家族パスだから、あの何、家族とかそのなんつうの、スタッフ向けの入り口から入っちゃうんだよね、いつも。一番左にあるのよ、ひっそりとしたのが。おはよう、まるさん。おはようございます。
今素材ができましたね。今作った素材がですね、こんな感じになります。え、素材がないんだけど、どこ行った？あ、これか。え、どこ行った？え、消えたんだけど。え、どこ行った？今作ったやつどこ行った？嘘でしょ。え、どこ行った、どこ行った。あったあった、よかった。ですね、今作ったのがどこ行った、あれ、パソコンの整理しないとな、データの。あれ、どこ行った？消えた。あ、いたいた、保存できてた、よかった。今作ったのがこんな感じですね、はい、今作ったのはこんな感じです。おかちゃん、おはようございます。で、問題はこっからなんだよな。いいでしょ。で、まだね、加工しないといけなくて、この素材が何なのかなんだよな。この素材を探さないと。そういうこと。正解です。正解。そういうことです。要は何をするかというと、これと合体します。これと合体します。今からその加工をします。こいつに、あ、いや、その名前でいくよ。おしんさんだ、久しぶり。トレーニング
てたの。しまった。しまった顔の写真あるけど、まあまあありのままでいきますね。もともと使ってた素材で。しんさん久しぶりだね。いらっしゃい。で今ドクロのをつけたんで、ちょっと仮でバッとつけてみますね。これだ。加工してみま、いきましょう。それとコマンドを押しながらだっけな。シフト、シフトか。骨格が全然違うな骨格、俺の骨格と全然違うから大変なことになるね。これ難しいな。やっぱ人の頭蓋骨だと無理だね。自分の骨格と頭蓋骨の骨格が違うからズレが半端じゃない。お前目元そこじゃないだろうっていうさ。いやこれむずいな。なるほど、こういう不具合というか、こういうことになるのか。鼻の高さも、骨の位置も全然違う。なんとなくでいっか。いや、全然違うわ。大丈夫かな？ごまかせるかな？俺からすると違和感しかないのね。っていう、俺からすると違和感しかない。どうなんだろうこれ。全然骨格が違う。雰囲気は出てるけど、雰囲気は出てるけど、全然骨格違うだろうっていう。ちょっと無理があるよね。ちょっと無理があるよな、これは。難しいよな、やっぱ、こういう作品って。骨格が違いすぎるもんな。ちょっとこのまま作ってみましょうか。頑張って。せっかくなんでコーマートライしていこうと思います。あ、別レイヤーに貼られちゃってるんだ。このレイヤーに、ん？なるほどな。このまま行ってみるか。どうしようかな。むず。ね、それもやったんだけどダメだね。だからね、歯の位置とかが全然違うんだよな。歯とね、歯と目と骨の位置はここでしょ。顎に合わせるしかないかな。それっぽく雰囲気でやるしかないね、これは。雰囲気でやろう。雰囲気で。
雰囲気でやろうか。まあ、自分の骨格が違うってそういうことだよね。全く違うもんね。これが限界だな。ヘッドホンをさせてズレを隠す。あのね、歯の骨の位置がここにあるわけじゃん。で、鼻が高いの俺で、目が真ん中に寄ってるじゃん。だからね、ちょっと今見せるわ。根本的にね、違和感、これ俺の頭蓋骨じゃないっていう違和感が出ちゃうの。別にパッと見た時そんなに感じないかもしれないけど、今からこの服の部分削るんだけど、顎がさ、エラが張ってるじゃん、ここ。俺、顎ないんだよ。で、目の高さの位置が違うでしょ？鼻の位置も、俺の鼻のトップがここなんだよ。でも、前歯の位置とか全部ずれるけど、まあ、引きで見たらそういうデザインかなって思うけど、明らかに見る人が見たら俺の骨格じゃねえだろっていう風になるんだよね。わかる？パッと見のデザイン別にさ、そんなでもないじゃん。ちょっと違和感感じるよね。この作ってる人からしたり自分の顔だから、だからパッと見普通の人が見たら別にいや気になんないよって言うだろうなっていう感じはする。でも俺からするとすげえ違和感ある。いい感じ？じゃあこのまま作るわ。で今作ったのがどうなった？これか。ああ間違った、失敗した。線が入っちゃったよ。後で消すか。後で微修正かけよう。後で微調整はかけるけど、今のところこんな感じですね。後で調整かけます、細かいところは。今のところこんな感じ。あえて違う方がかっこいい？いい感じ？細かいところがダメになってるんで、後でフォトショップで変えます。今度は修正していきましょう。今度は服がいらないのでそれを削っていきます。消しゴムでゴシゴシして、ペンタブとか欲しいな。
ニコ生戻ったんだ。へえ、それは面白い。それはワクワクするぜ。いい判断だね。ナイスな判断。神回じゃないですか。ゆいかさんのファン待ってる人多いからね。こっそり見える。サムネを更新しようと思ってて、今新しい画像を作ってます。こんな感じかな。まだ細かい修正かけてるところなんだけど、こんな感じかな、うん、寝れてるよ。おはよう。微調整をしてるところですね。これダメだな、失敗だ、もう一回だな。さっきより良くなってる。さっきとそんな変わってない。雰囲気の問題、雰囲気。
俺が素人で独学で覚えた技術だからさ、下手なんですよ。ね、ちょっとね、多分ちゃんとやってる人からすると、なんだその作り方はっていう感じなんだろう。むずいね。あ、間違えた。あー、くそ。フォトショップだよ。フォトショップとイラストレーターかな、俺は。普段使うの。分かった。なんで頭蓋骨がずれるか分かった。俺がね、カメラの被写体が上から撮ってるんだよ。で、ドクロの方は正面からだから、そこにずれがあるんだ。ようやく分かった。これを変えることができたらな。要はね、もうちょっと高輪郭させればなんとかなるかもしれない。どうやってやんなきゃな。ググるか。ステッカーじゃない、サムネイルを作ってる。
コントロール、自由変形ツールのコントロール、コントロールを押したまま、そうやな、コン、そうやな、シフト、コントロール、シフト、斜めにはいくと、捨て頃のステッカー作りますか、ドレさんとの。あれは作る予定はないかな、俺の中では。俺の中では変更させる予定はないけど。なんで？あれいい写真だよね。あれはめちゃめちゃいい写真。奥行きを出す感じ、どうやって出したらいいんだろう。自由変形ツール、自由変形、変形、自由な形、どうやってやればいいんだ。あ、なるほど、こうやっていじればいいんだ。なるほど。ってことは、これをこうして、うおー、なってきたよ。なるほど。うわ、俺天才かもしんない。なったわ、できたわ、解消したわ。すげえ、俺天才だわ。頭蓋骨を勝手に歪めてるわ。天才。なるほど、なるほど。うわ、遠近感が来る。うわ、すげえ、俺天才。さっきより全然いい。なるほど、天才。はい、おゴズーさんいらっしゃい。天才、天才だわ。何でもやってみるもんだね。
んでもやってみるもんだわ。あ、いいねいいね。あ、いいじゃん。フォトショップってすげえな。おーねや、おはよう。いや、フォトショップってすげえわ。うわぁ、できたできた。いいね。あ、全然違うわ。全然違う。楽しい。秋だね。芸術の秋ですな。これで行ってみようかな。さあこれで行くよ。いいね、できたわ。いいね、さっきより全然いい。カトラン、おはよう。おー、エリちゃんもありがとう、アイテム。全然いいです。全然いいです。あ、いいね、いいね、いいね。いいね。あ、完璧、完璧、完璧。完璧です。じゃあ、行ってみます。保存します。さっきの顎の感じとか全部補正かけた。OK。バッチリです。じゃあ、見てみましょう。元の素材なんでまだこっから加工入るんですけど、さっきより全然違和感ないよ。ほら、かっこくない？全然いいでしょ。笑ってる感じも出てていいね。ちょっとドクロの方がにやけてるっつうか。よくない？いいでしょ。ぽいよね。ちょっとパンクっぽいし。いいね、いいね。その角度をカメラの被写体のこっちの画像の方奥行き出して、ここの輪郭を自分のぽい形に、目の調整、微調整かけて、まあちょっとね、尾低骨とか歯とかはしょうがないけど、大体合わせてカメラの構図を。で、今度こっち側の服の方と首がいらないんで、ここをくり抜きます。これ普通に T シャツにしようかな。
のんちゃん寝てる。ごめんごめん、のんちゃんの寝顔が映ってきた。いい感じですね。じゃあ今度加工していきましょう。サムネイルを変えようと思ってて、芸術の秋だし、そろそろサムネ飽きてきたなと思ったし、なんかね、基準が変わってきたから最近ぽいでしょそう、これ全部自分で作ってるからね。うちはクリエイターさんいないんで。配信者はさ、結構みんなさ、クリエイターさん抱えてるのよ。でもうちはクリエイターさんいないから。全部自分で覚えていた。トレーナーが良くない。トレーナー？トレーナーって何？トレーナーって、トレーナーって何？トレーナー、トレーナーとは何ぞや。ごめん、独学だから全然専門用語わかんないんだ俺。赤入れるよ。これは素材、素材の加工。入れます、入れます。いいじゃんいいじゃん。背景赤変えるかもしんない。今その作ってる作業はまさにそれなんだけど、背景赤だと浮いちゃうんすよ。今これ素材だから赤にわざとしてるんだけど、試してみようか。今首の部分くり抜いてるんだけど、ちょっと今試すね。黒の方がいいと思う今回は。黒でいってみましょうか。こっちの方がいいでしょ。多分ね、赤よりも目立つんだけど、ちょっとダサくなるから黒ベースにしようかなと思ってて。これかっこいいでしょ。今回黒ベースでいこうと思う。で、文字で赤で和道って入れようと思ってる、うん、黒の方がいいでしょ多分。黒決まるよね、かっこいいよね、うん、黒の方が、そうそう、コントラストが、遠近感がすごい出るから。白でも見てみようか。白も見てみましょう。ちょっと待ってね。白も見てみようね。白でも別にいいかなとは思うけど、白ベースだとちょっと黒だよねやっぱ。白、黒、
これは黒だと思ってるけど赤、赤はない。白、白だとねちょっと今回のデザイン映えないから黒だね。黒ですね。かっこいいでしょ。黒がいいね。細かい修正を入れていきます。黒がいいよね、うん、あとは輪郭をどう削るかなんだよね。あ、カルンさんありがとう。ステッカー2がこれでトレーナー作ってもかっこいいかな。パーカあのね、ドクロがずれて見えるのは俺の骨格と俺の骨格じゃないドクロを使ってるからだね。それかなり微調整したの。さっきはもっとひどかった。あとその髪の毛がねやっぱ抜けちゃうからなんだと思う。頭蓋もうちょい、頭蓋やっぱもうちょい変える。確かにね、奥行きがちょっと出っ張ってる気がするんだよな。確かに言われてみたら気になってきた。変える？難しいんですよ。まあ確かに言われてみたら。そうすると前の作業にもう一回戻んないといけないけど、こだわった方がいいかな。そう、ここが出っ張ってるんだよね、ここの部分が。もうちょい丸い形なんだよね俺。どうしようかな。どうしようかな。こだわると思えばこだわれる、いくらでも。どこで妥協するかなんだよ。どうする？戻る工程。ドクロの最初の顔の色、顔の色は変えないかな。元の素材はイメージが変わっちゃうから。どうしよう。
まあ俺これでもいいかなとは思ってるけど。これでもいいかなとは思ってるけどな。これでいいと思うよ。これでいこうか。これでいくわ。これでいく。もうね、こういう作業はね、ひたすらもう自分との戦いだからね。あ、いいよいいよ。アイテムありがとう。耳痛えな、今日。細かい、もうこっから地獄の作業だな。
そうなんだよね。結局だから作家のさ、積み上げて書いたものくしゃくしゃっぽいだよね。OBS ですよ、僕。OBS です。いいよ。エクスプリットを使ってる人もいるけどね。俺は無料がいいなと思って。僕は OBS ですね。さあ、地獄の作業始まるよ。もう振り返らない。もうこっからは地獄の細い作業ですよ。YouTube の動画見て AG03 買いました。勉強になりました。あの動画、ありがとうございます。これっすね。おい、買ったのかよ。いいだろう、ヤマハはよ。買っちゃった。お揃いだね。使いやすいっすよ。ロジクール買うんだったら最新版買わない方がいいっす。ロジクールは古い方か、型落ちの方買った方がいいっすね。最新版良くないっす。ロジクールは古い方買ってください。音いいよね。全然違うよね。あとループバック機能が優秀。あとモニターできるっていうのがやっぱでかいよね。体感でできるっていう。パソコンだとカチ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 めんどくさいかんね。いや、ウナの真似したんだよ、今。そっくりじゃないよ。リールしてるよ。
最近もう好き勝手やってるよ。自由業を謳歌してます。自由業を。やっぱね、せっかくね自由にやらせてもらってるわけだから、好きなファッションしようと思って。最近小梅ちゃん来てなかったもんね。忙しかった？浮気してた？浮気。タイミング合わなかった。ああ、まあ夜放送多かったしな、最近。最近確かに夜多かった。高さんはどうつ。
人間のさ、視覚情報って面白いよね。こうやって見ると。完全にドット絵で表現できるんだっていう。これ写真とかもドットなわけじゃん、拡大したら。すげえ面白い。他になんか表現で面白い方法ないのかな。アイディアとかも大事だよね。その何かを作るときに。どういう表現がしたいなと思った。表現手法とかさ、後々覚えていくな。こうやってやれば自分のやりたいことできるんだって。だからその最初のアイディアみたいなもんってなかなか浮かばないもんね。お疲れ様。はいはい。指がマイネーム。マイネームって何？マイネーム。できたかな？これでどうでしょうか？どうだろう、みんな。ベースとなるサムネのこの顔のサイズ感とかはまあ後で変えるんだけど、まあ母体となる絵はこれでどうでしょう。いいんじゃないかな。どう思う？母体ね、母体悪くないよね。ここにまあデコレーションしていくような形でいいよね。これでなんか T シャツとかも作りたいよね。いいよね。
悪くない。これでいくか。じゃああと色だよな。ホワイトはないな。やっぱ黒が一番ベタだよ。赤もこれだとダサいし、シックに黒だな。じゃあ今度は和道の文字を作りますか。もうちょい小さくしてもいいかもね。正方形に対して引きの顔、もうちょい顔をギュッと小さくしようか。顔がちょっとアップすぎるから。フォローありがとう。番組タイトル和道の異常なゼミナール変えようと思ってんだけど、どうしようかな。上行ってらっしゃい。番組の放送タイトルどうしようかな。じゃあ次和道のロゴ作りますか。和道のロゴを作ってこうね。大丈夫か。続きまして和道のロゴ、イラストレーター作るか。
のんちゃん、のんちゃんがさ作ってくれたさイラストあるじゃん。あれ素材に使ったらダメ？加工したら。いい？ありがとう。のんちゃんのテイストを入れよう。なんだなんだ。おはよう。どうやってやるんだっけ？あれ、やり方忘れちゃったな。ライズだったっけな。ライブトレース。サムネイルを作ってるね。かっこよさが出ねえな。
ちょっともったいねえな。やめとこう。作業だね、完全にね。さてと、
仕上がりが楽しみ、ありがとうございます。パフェありがとう。トイレ行ってくるわ。俺も楽しみっすね。よいしょ。はい、ただいま。これでいいか。
はい、タカさんいらっしゃい。動画編集頑張ってください。変形ツールってとこだ。パス。ウィンドウパス。パスファインダーで。
フォントは難しいな。白か。ああ、サムネ作り直してるんだけど、サムネ作り直してるね今ね。こんな感じかな。新しいサムネ作ってる。リッピングマスクした方がいいのかな。
難しいな。フォントデザインやったことねえかんな。フォントデザイン難しいね。検索してみようか、フォントデザインで。苦戦しております。
のんちゃん、ちょっと見て。このデザインと、このデザインと、これ真っ黒にした方がどっちがいいかな。ん？どう思う？これはこれでありかなと思うんだよね。コントラストが出て。こっちの方がいいかな。シンプルに文字入れないでこれでいこうかな。ボスない方がかっこいいような気がしてきた。リスナーさん、この文字、和道って文字入れないで、これだけでどうかな。これで完成で。どう思う？文字入れた方がいいのかな。これでいこうかちょっと迷ってる。どう思いますか？文字いるかな？こんにちは。これでいく？じゃあ新サムネ。赤い入れてみる？こっちが赤にしてみようか。白の方かっこよくない？いいかな。白の方がかっこいいよね。ここに漢字で和道って入れようと思ってたんだけど、シンプルイズベストでこれでも目立つそうな気はするけどな。赤は、全部黒だと、赤入れた方が目立つんだよね。白黒の対比良かったよね。これでしょ？すまんすまん。これでいってもありかなとは思うけど、デザイン的には。おしゃれはおしゃれだよね、こっちの方がね。
これでいこうかな。いいでしょう。新サムネこれかな。文字入れたらどうなんだろう。すごいね。え？よくあったね、ドクロ。ドクロ探して加工して頭蓋骨の調整して結構時間かかったよ。サムネ赤がいいんだけどね、デザイン的に崩れるから。文字色、文字入れようか迷ってたんだけど、文字入れない方がいいんじゃないかなとか思って、これだけの方がインパクトあるような気がするんだよ俺。文字を赤で考えてたの。ちょっと入れてみようか。ちょっと待って、入れてみるね。入れちゃった方が早い。ダサ。中二病だ、もともと。もともと中二病だわ。何？文字入れるのは難しいね、ちょっと。ちょっとダサくなるって。難しいよな。こんな感じかな。
文字ない方がかっこよくない？やっぱり。どう？ない方がいいよね。スタイリッシュだよね。それでさ、そういうステッカーだったらさ、うん、文字が入ってる方がいい。ステッカーじゃない、サムネ、うん、まあ両方ともデザイン統一したいけど、一気に武士道的になった。中央は顔が来ちゃってるからかぶっちゃうね。小さく入れる。ない方がかっこよかったよね。こっちの方がかっこいいか。まだその方がまだかっこいい気がすんな。海賊っぽいな。あー、いってらっしゃい、ルシさん。文字ない方がいいんじゃないの。こっちの方がね、かっこいいよね。これだよね、完成形は。骸骨赤くすればよかったのかな。いや、独学、独学。答えがないから難しいよね。俺はこれなんじゃないかと思ってるんだけど、下手に文字入れるよりも。それだ。これだよな。これでいくか。2メートルかける2メートル？そう。何2メートルかける2メートルって？その正方形の今斜めに映ってるでしょ、画面に。これ？そう。それが壁面にそういう風にね、
られてるように見えたの。なるほどなるほど。そしたらそれがいいと思った。だよね。じゃあこれでいきます。新サムネ完成です。これでシンプルにもう名前なしでいきます。これでいきましょう。ファイル、今から変えますよ。はどうだよ。ツイッターから変えるか。ツイッターはこの丸タイプだからちょうどどうなるか確認しやすい。え、保存されてない。うわ、されてねえ。え、ま、え、俺保存しなかった今。あ、あったあった。ビビった。いや、あるあるだからね。もともとね、その和道はこの字でやりたいなと思ってたんだ。だから初期のコンセプトに戻したんだよ。ぴったり合うね。あ、かっこいいじゃん。こんな感じですね。いいんじゃない。営業で冊子売り込みしてた時に独学、いや、ずっとコツ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 やってたよ。むしろ技術はだんだん上がってきてる。そうね。ただ目立ちはしないよな、やっぱ赤入ってないから。
なんでぴったりになんねんだよ。別に俺サイコパス別に好きじゃない、サイコパスではないから自分で。あでもかっこよくない？今書いてみたけど。変えてみたけどどう？かっこよくない？いいんじゃない？ああいやリンリン FC2 で活動してたよね。結構俺はリンリンのこと知ってんだけど、初見だったっけ？何回かうち来たことあると思うよ。2回目3回目だと思うけど。そうなんだよ、同化するんだよね。初見さんいらっしゃい。まあまあ悪くないと思うけど、そんなに。どうかな、新しいサムネ。いいんじゃない？ FC2 でやったでしょ、リンリン。絡みあると思うけど俺。まあ向こうね、本人が覚えてないだけだろうけど、俺は絡み少しある気がすると。まあ悪くないよね。まあまあいいんじゃん、これで。枠縁はいいや、これでいくわ。目立ちはしないけどかっこいいとは思うから。うん、FC2 やってないっけ？あ、じゃあごめん、俺の勘違いだわ。そつなく器用にこなすタイプだよね。これでいこうか。新しいサムネいい？ありがとう。目立つかって言ったら微妙かもしれないけど、サイコパス感は出たね。サイコパス感は出てきたよね。あーこいつサイコパスだわってなる。もう一個作ります。モテないよ別に。赤いひげ？いやいやいや、そこまでできない加工が。ひげって結構難しいよ。コピペすればいいんだろうけど、切り抜いて。まあ手間かかるよ、どっちしろ。いや作ってないよ、テレのサムネは。
パソコンがフリーズしたわ。ほら、俺多大な影響力を与えるからいろんな配信者に。仕方ないよね、和道インスパイア半端じゃないから。はい、ソスさんありがとうございます。ソスさんありがとう。怖い。風船10個ありがとうございます。今画面に正式なやつ表示させますね。のんちゃん携帯取って。こっち？こっちか、ごめん。
行動力だけでやってきたからね行動力だけでやってきたから、なんかその行動なんか失敗するの怖くないんだよね。なんか行動したら何でもできるっていうの分かってるから自分で。やりゃいいって考えてる。迷ったらやりゃいい。10月ですね。じゃあ確認しますか。こんな感じになりました。映ってる？こんな感じになりやした。これ正方形じゃないからちょっと伝わりづらいかもしれないけど、こっちだったら伝わるか。こっちの方がいいのかな。こんな感じになりまして、はい、こんな感じですね。まあまあいいんじゃない。かっこいいよね。風船ありがとう。悪くないよね、うん、怖くないのは慣れですか。慣れ、怖くないって、だって怖いって人間の恐怖ってさ想像じゃん。ほとんどが本当に危険なことって少ないと思うの。大体がただ怯えてるだけで、大体自分の恐怖に負けてるだけだと思ってて、危険なことって本当に少ないんだよ。だから経験則でやってきてわかるんだ。そのこれやったらリスクあるなとか思うことって全然リスクなかったりするから、うん、怖かっこいい、ありがとう。やっぱりサイコパスなのかな俺。サイコパスなのかな。やだな、やだな、やだな、サイコパスやだな。あーそうなのかな。いや俺はなんかあんまサイコパスとかこだわりあんまないけど、こだわりっていうか神経質すぎるって言われる。おー、なんか成功する人は、うん、成功する人は別に何だろうが成功するって感じがするけど、色なくて正解だったかもね。あれピンクになってない。
白になっちゃうな。なんだろう。あれ。あ、ピングにならないんだ。JPEG に変換されちゃうんだ。あー、なるほど。これをどうすればいいんだろうな。まあいいか。色なくて正解だったかもね。うん、まあ悪くないよね。これも結構気に入ってるかな。無機質でいいよね。何かでミスをしたら嫌われる。嫌われていいじゃん。嫌われてよくない？なんか世界中の人が自分のことを好きだっていう状況があんまり想定できないっすね、僕は。なんか和道のこと嫌いだわって言われても、あっそう、俺も嫌いっていう。なんか自分独特の考えかもしれないんだけど、なんだろう、俺のこと好きな人、俺から好きっていうのがあんまなくて、ああ俺もあるけど、好き嫌いよりも重要なのが、俺のこと好きな人は好きだし、俺のこと嫌いな人は俺も嫌いだよって考え方。立体的って選択外出してきたよ。昔からかな、昔からかな、来るもの拒まない、去るもの追わない。うん、特に何だろう、その無駄なことがあんまり好きじゃなくて、特に人間関係においては、その自分に関心のない人を追いかけたりとかするのって時間効率がすごい悪いと思ってて、だから自分のことに好意を抱いてる人と付き合うのが最低条件って考えてるから、プライベートで付き合うならね。仕事だったら別に好きとか嫌いとか関係ないじゃん。目的が達成できるかできないかだけでしか考えないから、別に取引先の誰々が嫌いとか好きとか、その職場の人が好きとか嫌いとかあんま考えたことがない。考えること自体が無駄っていうか、それってもう仕事する気がない人だと思ってるから。だからよく職場でどういうふうに考えるかっていうと、その人が好きか嫌いか一切考えないで、この人がどういうところにいたら会社の利益が出るかっていう考え方をするかもしれない。嫌われるの怖いとか、なんで怖いの？逆に嫌われるのが。俺ね、嫌いっていう人って頭悪い人だと思ってて、知らないから嫌いなだけなんだよ。で、人間って知ると好きになるのね。それはもう実験のデータで出てて、嫌いだって言ってる人でも7回会うと好きになっちゃうの。7回接触すると好きになるのね、人間って。だから嫌いって言ってても別に俺に何の害もないから、関心がない、そもそも俺のこと好きか嫌いかっていうのは。だって嫌われたとしても何もないでしょ。実害あるないでしょ。もし実害があるとしたら嫌われたっつってへこむぐらいだと思う。でへこんだところでいいこと何もないから、嫌われていいじゃんって。
俺はそういう風に思うけど。嫌われて怖いっていうか、何を怖いのかよくわかんないね。嫌われていいんじゃないですか。サバゲンの道具まだ買ってないですね、僕は。サバゲンの道具はまだ買ってないです。髪ね、切ろうかどうか迷ってんだよな。どうしようかな。ワドさんとは何か縁がありそう。縁。会ったことないのに。ちょっとよくわかんないけど、それは。LINE スタンプの申請されてない。俺 LINE スタンプないですよ。僕は持ってないです、LINE スタンプ。持ってないですね。片方の髪、黒髪の方短くて赤髪の方長くしてるんだけど、もう両方とも長くなっちゃったね。だいぶ伸びちゃった。ツーブロックじゃなくなってるもんね。こっち側短いんだけどね、ちょっと長切ろうかな。どうしよう。
髪切る、切る。のじゃん短い方がいい髪、俺。そうだね、短い方がいい。切るか、じゃあ。じゃあ今日切りに行くわ、後で。スポーツ狩り、いや、アシンメトリーにするけど、カラーはそのまんまだね。いや、今日っていうか今から切りたいんだけど、雑談して次は雑談やろうかなと思ってて、うん、花火2発じゃねえ、家賃払えません。あの、花火回収枠をやります。花火回収枠、喋って稼ごう。あ、ねえ、マロンパイとかアップルパイなかったっけ。てか今日右耳が痛いんだよな。右耳が痛い。あ、ちょうだい。のんちゃんも食べていいよ、なんか。メロンパン食べれば。マロンパンとアップルパイちょうだい。体調大丈夫だよ。なんで。筋肉痛だね、全身。筋肉痛。よいしょ。はい。ありがとう。サンキュー。昨日買った半額パン食べよう。お、フグちゃんが復活してる。体調はそんな悪くないかな。耳が痛い、とにかく。右耳が、なんか中耳炎みたいになってるね。うま、これ。のんちゃん食べない、美味しい、これ。はい。これから出かけなくてはいけない。出かけんの、のんちゃん。どこ行くの。市役所。市役所？殴ったらダメだよ。え、市役所の職員殴ったらダメだよ。保険証が切れちゃったの。あ、そう。ヘッドホンのせいかな。うん。右耳が痛い。いや、美容室は配信できない。通報入るから。部屋の中以外であんま配信したくない。頻繁にする。ただれてるっぽいよね、ちょっと。市役所行くんだ。半額29円、30円でこれはうまいな。時間帯が違うと半額で買えるってすげえよな。鉄の耳かきは使ってない、綿棒だよ普通に。
うん、いってら。何時頃戻ってくる？うん、持ってくるとき LINE ちょうだい。はーい。はーい。耳痛い。気をつけてね。はい。豆乳飲もう。ハエ？何の話？あ、やべえ、俺タバコ切れたんだ。タバコ買いに行こうかな。タバコないと雑談する気になんないもんね。一旦タバコ買いに行ってから放送再開すっか。見ろ、見ろと豆乳。持病って何？持病が何か分かんねえわ。耳痛えな、なんだろうこれ。
お、いっちゃん、こんにちは。放送再開ではタバコ買ってきたからでもいいっすか。タバコないと放送できないんで、僕。うん、タバコ買ってくるよ。帰ってきたら放送するから。耳痛えな。ん？な、何がありがとうな？なんか悩んでんの、夫婦馬。また来てよ。カルン、ありがとう、アイテム。いつもありがとうね。初見さんいらっしゃい。昼前だからコンビニも空いてるだろうな。じゃあ皆さんお疲れ様でした。タバコ買ってきて10分後に再開します。はい、よろしくお願いします。あ、そっか。え、15日？あー、ゆいがさんの？ベニーさんも出んだ。よろしくお願いします。じゃあ、あとで10分後に放送再開します。お疲れ様です。
前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんだよもう。